このチャンネル史上最もおしゃれなラーメン店、気になりませんか？今日はね、静岡市の用宗にあるヌードルキッチンテラコスタに行ってみたいと思います。このチャンネルでは全国47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。全国食べ歩きの記録はブログに書いています。静岡人で検索してください。 Twitter、Instagram もやっています。リンクを概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。いろんなラーメン店情報をもっと知りたいと思ったあなた、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の最後にいただいたコメントに対する返信や最後に一言などがありますので、最後までぜひご覧ください。この日私が食べたのはラーメン A コース、ベーコンとフレッシュバジルのジェノベーゼヌードルになります。ラーメンは好きなものが選べました。他ね、ミニパフェもバニラとかマンゴーなどから選べたんで、バニラにしてみました。アイスティーがまずね、おしゃれな容器に入って提供されました。まずはローストミートと前菜盛り合わせ、チャーシューじゃないですからね、ローストミートなのです。サラダやブロッコリー、水菜、味玉などがあります。最初に野菜から食べることによって血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。そしてベーコンとフレッシュバジルのジェノベーゼヌードル、トッピングはアスパラ、ベーコン、ネギなどが乗ってます。緑色のスープはね、バジルが大量に入っています。香りもイタリアンだしね、味もイタリアンですね。上品さの中にも力強い出汁感を感じることができます。イタリアンなんですけど、スープのベースは煮干しです。いやー、これは美味しいですね。アスパラは軽く味付けしてあってね、シャキシャキ感があって美味しいですね。ベーコンは細かく刻んであって香ばしくて食欲を増進させます。細ストレート麺はね、しなやかな感じでエッジが効いていてね、ややパツンとした感じですね。テラコスタのメニューなんですけど、テラコスタヌードル、醤油、塩、トマト、これが900円、アサリがモリモリ、ボンゴレヌードル、塩、トマト1000円、濃厚生ウニ塩ヌードル1000円、魚介たっぷりペスカトーレヌードル1100円、ベーコンとフレッシュバジルのジェノベーゼヌードル1000円、トリュフとチーズが香るカルボナーラヌードル1000円。なんかね、普段言い慣れない言葉ばっかりでちょっと舌噛みそうですけど、おかサラダやミニパフェがついたコースメニューもあります。全部ねヌードルなんで気をつけてください。私がお邪魔した時はね、ウーモグルメ特典ということで、コース料理が安くなるものもありました。ただね、提供期間は書いてなかったんで、詳しくはお店の方に聞いてみてください。というわけで、昼の部開店15分前に行って名前を書いて整理券をゲットしました。静岡市にあるイタリアンの有名店テラコスタが手掛けるラーメン店がハットパーク用宗内にオープンしました。朝7時から営業しているので、朝ラーメン、これお店の表現だと朝ヌードルですね、が食べられます。お店の Facebook ページに書いてあった内容なんですけど、朝起きて空を眺めたら小鳥が飛び交っていて、心地よい風がカーテンを巻き上げて頬をくすぐるようなことがあればヌードルチャンス。テラコスタヌードルで朝からチャージをすれば一日元気はつらつですよ、とのこと。
ファットパーク持宗っていうのを私初めて聞いたんですけど、持宗海岸の目の前にあってね、いろんなお店が集まる商業施設になります。月一行けるリゾートっていうのがこの施設のキャッチコピーで、全体的にねかなりおしゃれな雰囲気ですね。クッキーピゲっていうクッキー専門店にはね、ひっきりなしにお客さんが入ってきます。駐車場はハットパーク持宗の東側と北側にありますね。で、目指すヌードルキッチンテラコスタは施設の2階にあります。店内はね、およそラーメン店とは思えないおしゃれすぎるカフェっていった感じですね。お店側はラーメン店とは言わずヌードルキッチンと言ってるのも納得です。カウンター席とテーブル席がありました。麺を食べ終わる頃にデザートが提供されました。普段は甘いものは全く食べないんですけどね、キンキンに冷えていて美味しかったですね。ちょっと見づらいんですけど、アイスの蓋にはスポンジケーキのようなものが入っていました。いや大満足でした。ヌードルキッチンテラコスタの朝ラーメンなんですけど、これ別の日の朝にお邪魔してみました。朝の部は7時から10時になります。朝はね、券売機が使えましたね。朝専用メニューになっていて、醤油ヌードル、塩ヌードル、トマトヌードルがワンコイン500円で食べられます。こんなにおしゃれな空間でこの値段設定はすごいですね。醤油ヌードルにしてみました。トッピングは刻んだ玉ねぎとチャーシュー、岩のりなどが乗ってます。食べる前からね、すごい海苔のいい香りがするんですよね。スープにはね、煮干しの産地として有名なね、つくもじゃない、宇治ゆくり産のものが使われ、すっきりしながらも美味しさが凝縮されてますね。醤油の風味はね、まろやかで優しい味わいです。朝食べるにはぴったりです。細ストレート麺はね、エッジが効いていてパツンとした食感ですね。長すぎずね、すすりやすいです。これはお昼の部のラーメンと多分一緒じゃないかな。昼の部もね、夜の部も美味しかったんですけど、ただね、おっさん一人で行くには結構勇気がいるかもしれないですね。でも他のラーメンも気になるんで、またお邪魔します。行ってきました、ヌードルキッチンテラコスタ。テラコスタってね、国道155線沿いを走ってると海沿いにある有名なイタリアンレストランなんですよね。そこが手掛けるお店っていうことで、お店としてはラーメン店ではなくてヌードルショップっていうことらしいです。おっさん一人で入るにはね、ちょっと場違いな気もしましたけど、気になるあなたのために行ってきました。コメントに対して答えてみるのコーナーなんですけど、静岡市清水区のハッサシやカンバラ店にいただいたコメント、釣りけんちゃんさん、ありがとうございます。きしょいおっさんのコメントは悪いですけど笑いましたが、僕は応援してる側の人間ですが頑張ってくださいとのこと。なんだかね、嬉しくて涙が出てきますよ。本当にこのように応援してくれて見てくれている人がいるから頑張れるし続けられるんですよね。温かいお言葉本当にありがとうございました。今後もコメントをお待ちしています。コメントがないという方はね、高評価ボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。